はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。さあ今日はブルームバローのプレミアドラフトやっていきたいと思います。さあジェムを増やしていきたい。ジェムを増やしたい。5勝以上、ほんと最低4勝したいねと常々言ってるんですけど、なかなか4勝がね遠いよね。簡単ではないね。さあ行きます。さあ何デッキになっていくでしょうか。このカードよく見るよね本当に。まああのゴミなんですけどああどうしようかな。クズリ緑でいくかコウモリでいくか、まあこっちの方が無難かな。とりあえず緑を選択しつつ、あ黒が強いな。と言いつつ緑で行こう。グルールあたりで組みたいな、こうなってくると。もうちょっとグルールを意識しながら。なんか強いクリーチャーをどんどん出して、殴っていく感じのデッキに仕上げたい。まあでも。マナプリは折って困らんやろ。トランプル付与できる狩人の才能とかそこら辺も来てくれるとありがたいね。クズリだったら。ここ来るんだったらまあ青もありか。シミックから。いや、あの緑の状況取るか悩んだんだけどね。まあ一応アンコモンで、こいつはかなり優秀なんで。わあわあそうか。うん。そう来るか。どっちのアンコモンと手を握るか。これは悩むな。どっちだ。どっちも強いぞ。とりあえず取ってしまったけど、さっきのあのグルールのクリーチャー選んどけばもう迷うことはなかったんですけど。難しいな。タッチ赤。タッチ赤ぐらい。
シアカぐらいで行きたいか。うん？シアカどころか、やっぱグルールの方にあるか。これはもう最後にカシカ来たぞ。いやまあ緑軸だったら3色できそうな感じになってきましたね。なんか3色いけそうですね。ちょっと今のところ中途半端な気はするけど、まあ、一応グルールだな。グルールを優先しながら行きたいなと思いながら、こいつが来るのか、これが来るのか、これが来ると悩むな。またいやでもグルール優先していこうか。トカゲ他にもいるのか。トカゲをコントロールしてれば。グルールでパクっていく。序盤めっちゃ弱いけど。そう来るか。3パック目なんか強いの来てほしいですね。
リーチャーパクるやつばっかりやな。さすがに3枚目はいらんでしょ。高いのが大量に出てくるな。いいですね、マナクリが増えた。
あと2枚、あと1枚、あと1枚何抜く、パクる、パクるのでいいタイミングってのはまあそんなにない気はするよな。そもそもそこにそんなに頼ってるようではという感じもありますし、これでいきますか。さあグルールで、ぶん殴っていこう。7枚でキープ、さあ収集車、こう3色か、うまいこと回ってますね。
さあだ。ゴーゴーと来たか。強いな。相手の方がでけえ。サダック。うん、割と意外めっちゃ意外でした。大罰か。うわー、さらに払拭の光か。完璧ですね。もうすぎる。シンプルにクリーチャーのなんか殴り合いで負けたのが、まあ何とも言えんな。どうしようもないな。そこで勝てないか。そんな感じですね。そこで勝てないかっていう感じですね。いや、もう圧倒的な差があるの、これ。いや、すごいな、これは。全くダメだな。殴り合いはそこそこいけるかなと思ったけど。全くダメ。歯が立たんかった。いや、でもちょっと他、あんま調整しようがないな、これ。これ、足すか。もう流しやる暇あったら足せって感じか。ほんまに？マジで？大丈夫か？こんなん抜いて、でかいの入れていく？
からんけどやってみよう。こんな負け方するのか。今度逆に怖いけど、土地が来ず死んでいきゃせんか。分からんけど、相手何もせんかったから、普通に二段攻撃つけてた。次山とか引いたら一気にこれで12点吹っ飛ばしたりできるかな。残念、山じゃなかった。サービス。サダク。結構痛いやろ、これは。6点。3、2、2段攻撃。マジか。全く問題ないです。えげつない。出ていくクリーチャー全部速攻二段攻撃やからな。この展開はえぐいね。はい、対戦ありがとうございました。さあ一勝一敗。いや今みたいな展開をイメージしてね、デッキ構築したんですけど、一戦目はなんかなんか全然違ったね。バチクソ事故っとる。マジか。あんまり派手に動いてくんなよ。こいつはさっさと倒さんダメだね。向こうも同じことしてくれる。
うん、止まらんね。強いな。通行の有利をそのまま使ってぶん殴ってくる感じ。本当に先行の有利そのまんまって感じですね。これがちょっとこうなるとどうしようもないかな。サダック、攻撃も通らんしな、こうなると。厳しいね。あ、ブロック。サダック攻めていくしかない。どうしてくるか。何点食らうの。うわ、やりきられたね。うん、これでとどめか。痛いブロックでちょうど5点か。まあ、相手が何か警戒して攻撃してこないことを祈るしかないね。まあもうほぼ詰んでるけど、ほぼというか詰んでるね。何のカード持ってたらいけるかな。こいつらがいる時点で無理だろうな。もう先行有利のまま進んじゃいましたね。これは止められん。完全な先手ゲーでしたね。どうしようもなかった。一回もペースつかめんかったな。いや、もうなんでこんなに毎回事故るんだよ。マジでさ、事故りすぎだよ。ドラフトでこんだけ事故られるとなかなかしんどい。まあ、アーティファクトあそこ破壊してしまえばね、そんなにそんなにではあるんだ。そんな余裕がない。サダック、
強いな、おい。じわじわとなんかこう差が広がってきてますね。なんというかでかいの引かないね。しません。OK です。ただれない。完璧すぎるな。いやーもうマジで参りましたね。何もさせてもらえない。だよ、こんなに勝てるわけないよ。完璧すぎるやろ。何なんだこれは。もう運だな今のは。もうプレイングもクソもねえよこんな。あーどうしようもない。13、嘘だろ。何もできんかった。なかなかひどいね。いやーどうしようもないね。まあドラフトこういうのあるのは分かってるけど、めちゃくちゃきついな今のは。なんだろう、もうなんかやる気を根こそぎ持ってかれるぐらいひどかった。ピックからひどかったけど、なんかなんとも言えんわ。まあしゃあないな。はい、まあそんな感じで、はあまあ次また頑張りましょう。ジェムがどんどん減っていく。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。